チャオ、あっちゃんです。日曜日の昼下がり、小腹が空いたあっちゃんちです。業務スーパーで買っていた何やら怪しげな面白いそうなもの、チーズボールピザ風味、これも2、300円かそんなやつだと思うね。値段わからへんね。チーズボールズ、ピザ風味、チーズたっぷり一口スナック。揚げんねんけどもね。いや軽く揚げ、もうなんか揚げ調理済みやから、油170度のたっぷりの油に、5個1分から1分、1分半から2分揚げたらいいって書いてあるんだけど、少量の油でもいける。オーブントースターでアルミホイルの上に凍ったまま乗せて4分焼く。それだけでもいいんだけど、揚げましょう。1人2個、じゃあ少量の油です。これで火にかけます。おお、びっくりした。これやっぱね、これね、お鍋ね、持ち手が重いからこう傾いていくね。温まったらね、軽くなんで6個やってみましょう。わぁ、びっくりした。6個揚げてみました。食べてみましょう。はい、では食べてみましょう。いただきます。あ、うん、おいしい。ちょっと小腹減った時に、軽く1人、5個ぐらいかな、軽く真面目で1人2個作ってみました。だからね、こんな感じ。チーズ入ってんの。お餅かな、チーズかな、みたいな。ピザソースみたいなのが巻かれ、中にね、塗られてんの。美味しいよ。ちっちゃくてね、軽いし。はい。ちょっと値段調べようか。嘘ついたかもね。
298円でした。はい、で 200g 入ってるからね、まあまあ、お得ちゃうかなと思います。チーズドッグとかいろいろ売ってんだけどね、うちね、まあ、結構リクエストあって、韓国のなんとかニューって伸びるやつ、あれ作ってって言われて、いつか作ろう作ろうがなかなか作るものがなくて、作ろうかなと思うんだけどね、作ろうかなと思ったら材料が揃ってなかったりするんで、また、いつか作るんで、それはまたそれで別で動画あげます。はい、ということで今日は業務スーパーのチーズボール食べてみました。美味しかったです。ごちそうさま。またこういうね面白いの見つけたら、買ってきて紹介したいと思います。はい、ということで今日のあちゃんの、チーズボール紹介、2個ではちょっと物足らんだけどね、まあいいです、紹介やから、ということで今日のあちゃんのチーズボールの紹介、よかったよと思ったら高評価をで、応援コメントとかね、こんなんもいいよとか、業務スーパーこれおすすめよってなったら教えてください。でチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。